もう息子がね、ブレイキングダウン出たって言ってたんですけど、どう思います？いや、僕はいいと思います。いや、本当に。格闘経験ないけど。ゼロですね。そういう人たちもいるじゃないですか。うん、枠として、ね。はい。インフルエンサー枠というかね。だから全然いいと思いますし、そもそもコンセプトが、素人がプロに勝てるかもしれないっていうので1分じゃないですか。うん、そうか。だから全然いいと思いますね。結果もしたことないでしょ？ないね。見てどうだった？いや、もう、怖すぎたよ。ボコボコにされるやん、みたいな。最初出る気満々で、いや、俺、やるから、つって。なんとかな、松戸にある。那須川天心がやってる。そうそうそう。天心の道場に行くとか言い出して。バカなのかな、こいつと。じゃあ、最前列で、見てから考えろ、って言ったら、バキッボコンっていうのを、パーンとか音が出てきて、米尾さんが悶絶してるあたりで、匠くんは、やっぱやめようかなって。たくみくんはどうするんですか、ブレイキングダウン。もしあれだったら、まさおさんと小昼井巻道場行って練習したらいいんじゃないですか。でも、真面目な話ちょっと考えてます。次また出るかどうかって、ね。あ、そうですね。じゃあそこ試合決定。出なんで。結構強い。いやいやいや。雑魚です、僕。逆に親父だって、ブレイキングダウンあんま好きじゃない。いや、一応ね、暴力はダメだなと思ってるから、うん、だから、競技っていうことであればいいけど、ちょっと怪我多いなと思ったらでね、うん、ボクシングだったら、こう、グローブが何オンスでとか、オリンピックにもなってるけど、なんか喧嘩要素がちょっと強くて、青汁王子もこう怪我してたし、うん、今回も肋骨みんな折ったりとか、そんなもんですか格闘技って。そんなもんじゃないの。まあ、僕ほら、治す方の仕事だからさ、お医者さんだからさ、あんまり暴力系のことにこう、賛同するわけにいかないね。そうそうそう。息子がブレイキングダウン出んのはどうなの？親として。いや、心配よね。もう、間違いなく鼻折れるやろうし、顎が砕けるかもしれないし、まあ、肋骨は折るだろうな、みたいな。それでもやるなら、やればって感じだけど、頭だけね、脳震盪とかいうのは、脳はね、危ないから、一、うん、回だけ出るぐらいやったらいいかもしれないけど、一回で死ぬ可能性あるよ。死んだ人いいの？みんな命がけで出てるから、じゃないですか。いや、格闘技でやっぱりリングか、起こすのは何件も出てると思いますね。うん、やっぱりボクシングでも死ぬ時あるから、K-1 とか。ブレイキングダウン出るためにどうしたらいいんですかね。なんか必要なものとか。オーディションまずね。はい。で、この何千人っているんだよ。うん、その中でこれで目立ったんだよ。確かに。だからそのブレイキングダウンに出たいって言って出れるもんじゃないから、朝倉未来さんとか。みんなのひな壇の人たちの気持ちを引かないといけないわけだから、それこれで成功して、めっちゃ美味しかったわけですよ、あの椅子で殴られたりしてね。確かに、あとは人気も出て、あのオーディションで目立つにはどうしたらいいかっていうことを聞いといた方がいいんじゃない。どうしたら目立てますかね。僕の立場から言うとなんかおこがましいんですけども、うん、なんだろう、その僕が応募しようと思った時に考えてたのは、その当時まだブレイキングダウンさんがなんか喧嘩というか気性の荒いので盛り上がってる感じだったんで、うん、僕はそういうの苦手ですし、うん、同じ路線で行ってもその上を行かなきゃ選ばれなくなっちゃうと思ったんで、うん、全くみんながやってないことをやろうと思って、ああいうなんかおかしなキャラというか、うん、気持ち悪いキャラで行ったんですね、うん、でそもそもオーディションに行くまでにその応募動画を送るじゃないですか、うんうん、そこでそのみんながやってない動画をやろうと思って、うん、その渋谷の、まあ、駅とかで人がいる中で大きい声出して、うん、脈ありで喋ったりとか面白いこととか、うん、かっこいいこととか、うん、怖いようなこと絶対できなかったんで、恥ずかしいことってみんなやりたがらないじゃないですか。そうですね。だから恥ずかしいことならできると思って、うん、やったっていう、なんかそのみんながやってないことをやろうっていう単純に。なるほど。恥ずかしいことが一番難しいよ。でももう腹決めて出られたわけだよね。すごいね、うん。やっぱ勝たないとでも意味ないんですか？勝ち負け関係ないんじゃない？ 1 分間戦うってことが大事じゃない？で、オーディションで目立って、で、いい戦いをすれば、みんなに印象の、だって結局さ、ジャッジが決めるじゃん。うん、もうどう考えてもドローだなと思って。出てもさ、あっちの方が顔面に何発か入ってるとかさ、うん、お互い出てるだけでもうすごい、すごいと僕は思うけどね。あの場に立ってるってだけで。確かに、うん、でも立ってて自分が耐えうるだけのやっぱり実力ないとプロの格闘家来てみ、あの空手のチャンピオンとか、もうあんなのやだ、もう無理やね。元気ジャパン、すごい頑張りましたよね。見ました？見ました。やばくないですか？あれはエグいです。あれが一番ミスマッチやったなと。
素人がプロに勝てるかもっていうのが大事だから、マッチメイクとしては絶対プロと当たる。そうなんや。素人同士誰も見たくないから。確かに勝てる気せえへんけどな。じゃあもう出たらあかんよね。じゃあもうこれがね、もしオーディションだったらどんな風にしてやっていくかっていうのをね、ちょっと一回やってもらいましょうか。もうここがブレイキングダウンのオーディション会場やって、うん、どうするかっていうのね。なるほどですね。向こうにほらひな壇があると思って、このなるほどす、ね、もしかしたらこの VTR 見て朝倉みくるさんから連絡来るかもしれないよ。ぜひ出てくれって来るかもしれないよ。ちょっとじゃあ僕入ってくるシーンからやってくる。そっからやるの。リアルか当然か。はい、じゃあやってみます。じゃあ行きます。はい。ほんま、ひな壇の連中、金持ってへん服かっこやな。ほんま、あかんやっちゃうな。あ、違うかな。いや、僕いいと思います。いいと思います。いいと思います。わからへん。マジ、そんな感じで入ってくるの。わからへんけど。一瞬で正雄さんに頭突きされてる。まあ、こんな感じなんですか。ちょっと見本見してもらえます。見本見せて。いや、見本って、あれ以外似てないですよ。あれ以外似てないです。あれをちょっともう一回やってもらえますか。もう一回でいいですか。もう一回、はい、じゃあもう全く同じでいいですか。はい、わかりました。全く同じでいいです。はい。あ、じゃあ、やりますね。はい。アニョンセヨ、正雄、イムニだ。指名してる競馬場がブレイキングダウンに出たらアフターしてもいいよって言ってたんですけど、これって脈ありですよね。茨城県から来ました。33歳、バツ2独身、借金約4000万あります。